始まりました。チャンテルのひとりごトーク、テイク3です。イエイ。いやー、やっていただきました。すいませんよね、天恋さん忙しいのに。あ、天恋です。おはようございます、天恋です。はい、今日ミッキーも一緒ですから、ね、今日ミッキーも一緒です。ちょっとね、今日人数多いんですけどいやー、すいません、いや、すいませんっていうか、まあ、見てる人は別関係ないけど。そうですよ、天恋とミッキーだわ申し訳ないです。ちょっとミッキー先輩に比べたら天恋暇なんでテイク3、一発目、ちょっとマイクが入ってなくて、収録できてなくて、これマイク、あ、大丈夫ね、上がってる大丈夫ね、上がってる、 OK です。いやー、すいませんね。ということで、やっていきますけども、いつもと違いますよ、場所が。そうそう、そこですよ。いつもと場所違くて、いつものね、僕ら毎週火曜日撮ってる謎のスペースね、はい、謎のエリア、あそこがね、なんとね、コロナの影響で入れない。チャンネル出入り禁止。チャンネルが出入り禁止になっちゃいました。はい。ということで、ここで隔離されて。っていうのは嘘で。これが放送されたら、俺、完全にニューヨークで敵にされちゃう。単純に、そうそう、人の出入りがね、やっぱり制限いろんなところされてるみたいな。されてますからね。いやいやいや、だからちょっと、時間が、時間見とかないと。まあ、そうそうそう。ということで、ちょっと今日はね、場所が違うということで、やっておりますけども。はい、いやー、やっぱね、YouTube 楽しいわ。いやー、まあそうですね、僕もチャンテルチャンネルの、はい、サブスクライバーなんで、ね、ありがとうございます。いや、だから26人の中の1人で、ね、そうですよ。なんでね、僕の iPad とか iPhone とかにですね、はいはい、チャンテルが動画を投稿するたびにこうニロリってこう出てくるんです。出てくるんですね。さんが動画更新してますはいはい、どんな時間に更新してねって結構もう不規則、だいぶ不規則、よくわからん時間に分からせて、だからやっぱ投稿する時間ちょっと考えた方がいいかな。でも言いますよ、やっぱり、だって毎週8時のなんていうか、金曜日の8時とか、あ、決まってる人いますよ、やっぱり。うわー、やられた。いや、それはもしかしたらちゃんとちょっと今後、そうだね、わけわかんない時間に本当にギュンってボソック投げるから。だから今みたいな、火木土の6時とか、そうだね、ちょっと決めた、ちゃんと決めた方がいいね、うん、そうかそうかそうか。でも見てて思ったのは、はい、いくつかあるんですけど、お、じゃあ聞いていきますよ。一つ目は、動画の再生回数って意外とやっぱり時間とともに伸びるもんなんやなと思いました。そう、そう、チャンテルも思った。その、ツーダラーの回、あ、ツーダラーね、はいはい、天恋が初めて出た回、はいはいはい、とか見ると、最初やっぱりこう投稿された時ってちょっとまあやっぱりうんみたいな数字やったのか、うん、そうそうそうね、最初にチャンテルチャンネル、あ、どうなったのかなって見たら結構の意外とね伸びてると思う。100近くかな、もうすぐで、うん、そうそうそう、だから伸びるんやなと思いましたね。だからチャンネルがやっぱ嬉しいのが、その今までだったら、うん、そのやっぱ50再生とか30再生いくのに2日3日かかってたところが、ね、だんだん1日でその数字にたどり着くのは、わー、やっぱりだいぶ嬉しいね。続けてる甲斐がありますね、やっぱ数字に出るから、やっぱやっててちょっと面白い、モチベーションに、そう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 、ね、もう一つ思ったのは、お、はい、やっぱ動画でこう撮られてるからなのかわかんないですけど、チャンネルがこうどんどん垢抜けていってるなと思って。なるほどね。特に思ったのがカップケーキの回、カップケーキの時ちょっと可愛かった。可愛い要素出してるつもりなかったけど、なんかあれ顔つきが変わったなと思いましたね。あれ多分こう磨かれてるね、やっぱ見られてる感が、そうそう、見られてる感あるからね、やっぱ芸能人もやっぱそうじゃないですか、うん、ああ、カメラの前に立つことによってだんだん、うん、そうだね。最初だからさ、女優とかも、まあ、まあ誰とは言わないけどさ、こう最初出た時はなんかすげえ芋っぽい田舎の女だけど、だんだんなんか5年後とか久々に見るとあれっつって、綺麗な芋になってます。そうそう、綺麗な磨かれたツルツルな芋になってるから、ちゃんとでもやっぱりそれに近しいものがあるの。ありますよ、やっぱり完全にこう撮ってる間にこう変なこうノイズが削られてふわっと、いや、でもやっぱあるんじゃないですかね。やっぱね、意識はするね。なんかこう撮られてる時のまあどんな角度がいいかなとか、ちょっとね、女の子のこう自撮りじゃないけど、はいはい、ちょっとどの角度がいいかなっていうのはなんとなくやっぱ意識しつつはあって。なるほど、そうそうそう。でもまあ楽しくやってますわ。だからこうね、常にこうカメラをやっぱ回す癖は
もう止まらないね。それも思いましたね、うん、プライベートでもこうチャンテルといる時とかにもやっぱりこの間もちょっとチャンテルと電化製品屋さんに行った時も、もうちょっと回すっつってちょっと待ってカメラ出してね、慌てて映らへんようにこうポジショニングしてそうそうそう、だから今ねこの収録やってるのも、うん、まあカメラがあの本体のカメラあって、はいはい、でその奥にもあのカメラ携帯のカメラ置いて、だからこの絵面はチャンテルの一人ごとやってますけ ど、なるほど、ね、それの奥のカメラはチャンテルの一人ごとークを撮ってる、違うな、ここカットしよう、なんだっけ俺さっき何つってチャンネルの休日ルーティン、あ、そうそれ、そう、奥のこのメインは、うん、チャンテルの一人ごとーク、うん、で奥のカメラはチャンテルの休日ルーティンっていうので一つのカメラで、あ、違う、1回のこの収録で2回の撮影をしてるっていう感じで。なるほどね。そうやってんすわ。でもあのそれ思ったのは、はい、あの知り合いの音楽プロデューサーの人が、はいはいはい、一曲出して、一曲出して、それをただ一曲で終わりじゃなくて、うん、それじゃあリミックスしたりとか、はい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 、アコースティックバージョンにしたりとかで、あーなるほどね、同じこう音楽でも何回も使えると、はい、一つの素材で違う味で楽しむみたいな。そうそう、それだけまたいっぱいのとこ広がるしっていうのが。あーなるほどね。あとですね、あの天竺ネズミっていう芸人、あ、わかりますわかります、はい、チャンネルで、うん、あの動画を見る動画を見る動画を見る動画っていうのをするシリーズがあるんですよ。何それ、すっごい面白いですよ。だ最初はその動画を見てる動画を他の芸人に見せるっていう動画があったんですけど、はいはいはい、それをまた別のその動画をまた別の芸人に見せるっていう動画を永遠撮ってるんですよ。なるほどね、はいはい、どん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 こう重ねていってる感じで、だからこうチャンネルもこの独り言をこう撮ってる、うん、その休日ルーティンの動画を見るチャンネル動画。なるほどね。だからこの収録で3回ぐらい楽しめる感じが。なるほど、いや面白いわ。なんならチャンネル今日ここに来るまでにあの、はい、モーニングルーティンも撮ってます今流行りのルーティンありますね。そうそうそう、ローラとかが、ローラパイセンが、ね、かわいい女の子たちがよくやってるさ、まるまるルーティンとか、すっぴんからここまで変わりますね。チャンネル今日化粧水までつけてきたからそうそうそう、今日やってるんですよ。だから今日なんだかんだ YouTuber ですね。やばいよ。だから朝起きてまずモーニングルーティンでしょ、んでモーニングルーティンは家の中で終わって、なるほど、で、ま、出た時からチャンネルの休日、はいはいはい、休日が始まってで、チャンネルの独り言トーク撮ってんだけど、これも実は休日のルーティン一つっていうなるほどね。いや今日はもうずっとカメラ回して、すごいですね。もう絶対今日バッテリーと充電器だけは絶対に持ってこうと思ってもう YouTuber の必需品みたいな。いやもう本当にそうそうそう。で今日もさっき電化製品とこ行って、はいはいはい、あのこの間天候に教えてもらったとこ一緒に行って、はいはいはい、一緒に行ったんで、あ、そうだね今日はねそう、一人で行ってんで、まあちょっとまたね、そうすぐマイクどうしようかなとか考えちゃったりとか。見ましたよ、あのインスタグラムでねチャンネルの物欲が爆発しそうに、やばいやばい、抑えろ抑えろと、ちょっと待てと、結構高そうなの買おうとしてるあのね、今買おうと思ってるのはスタビライザーっつって、こうはいはい、こうなんかジンバルなんですかね、こう棒があってこう、なんていうんだろう、こうカメラがあってカメラ固定するやつ、ね、あ、そうそうそう、こうやって動いてもカメラだけはずっと固定されてるやつ、はいはい、あれのね、最新のやつがね、ちなみにおいくらでした、チャンネルが欲しいやつ。なんとですね700ドルですよ、皆さんです。7万7000円ぐらいしますからね。7万7000円ぐらいしますよ。いやでもまあ、チャンネル待てよと、まだお前はここまで行ってないと、自分のもう一人のチャンネルがね、お前はまだヒカキン対戦のレベルではないと、まだ違うよと、お前はまだ固定カメラでいいとで持つ時も別にそんな手ぶれとかそんな気にせず、なるほどなるほど、まだお前はカメラワークが下手くそなんだから、手ぶれとか気にすんじゃねえっていう こっちのチャンネルが出てる。なるほどなるほど。かといもう物欲のチャンネルも、物欲がないチャンネルと物欲のあるチャンネルでもうバチコンやってでもそこにこう揉まれてで結局あの物欲がない方にとりあえずねって持ってかれてとりあえず待とうかなっつって。でもあれですよ、それこそあのチャンネル登録者数が増えたらですよ、うん、あの欲しいものリストとか、ああるね、ありますよね、ファンの人がチャンネルの活動を応援したいですって言ってくれたりしますから、うん、いやいや本当に、いやぜひね26人の誰か
誰かちょっとここにあれそろそろね、E メールアドレスとか載せようかな。そうです、それこそその Amazon の欲しいものリストとかも作るだけ作ったちょっととりあえず作って公開するかしないかっておき。そう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 、ね、やろうかな。やっぱさ、チャンネルさ、ほらラジオが好きだってよく話してんだけど、はいはい、やっぱりリスナー的な感じでこうメールトークテーマとか募集したいから、だからその欲しいものリストとかもこうなんか、まあいいや、チャンテルがニューヨークでやってほしいこともコメント欄だとやっぱみんなに公開されちゃってなんか恥ずかしいとかあるのかもしれないから、もしかしたらね。そうです、だからチャンテルチャンネル用のアドレスとか、そうそう、アドレス用意しとくから、だからそれにみんななんかちょっとこうほらメールトークテーマみたいな感じで、そうです、お便りとかそこにちょっとお便りとか募集してくれたらいいかな。あれですよ、 YouTuber の方でやったらあれですよ、うん、イラスト送ってもらったりとかもあります。ああ、ある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 、なんかそれやりたい。なんかだからサムネイルのチャンネルの絵描くのが、そうそうそう、そう、ちょっとそこまでいったら楽しいな。ご視聴ありがとうございました、ね、したエンドロール的なところの画像とかさ、はいはいはい、うわー、そんなんやってくれたらもう見てよ、ミッキーもびっくりびっくりだわ、そんなんやりたいね。それもやっぱ続けていくとね、そう、だからチャンネルやっぱさ、こういろんな見えないその650万人のファンとつながりたいわけですよ、こう見えなくてもね。なるほどね。だからやっぱね、そうだからこうネット上でこうみんなとつながりたい。だからみんなもっと僕にメッセージください。いや、そのメッセージを送り先を、そうだね、今日までちょっと作っとくんで。あとね、これ別に超どうでもいい話だから、いやいや聞いて、はい、てんこえさん聞きます。急にため口聞かれてんこえさん、天の声、ですね、チャンネルついにね、グッドボタンってあるじゃないですか。はい、グッドボタンの隣何ボタンか知ってます？グッドじゃないボタンですか？そう、グッドじゃないボタンなんですけど、ついこの間何ドル放送かちょっと忘れちゃいましたけど、グッドじゃないボタン1になってた。でもいいんです、これは実はチャンネル前向きなことなんですよ、うん、あ、グッドじゃないボタン、あ、ちょっと一緒に見てもらって、これどう？ちょっと一緒に見てもらっていいよ、ちょっとズームしても大丈夫？これぐらいの方が OK。 はい、急にすみません、絵面が変わりましたけど、ちょっとチャンネルのね、準備不足で SD カードがいっぱいで取りすぎちゃいました、まあそんな感じ、ちょっとね、気を取り直して、ちょっと携帯で撮っていこうと思ってますけど、グッドじゃないボタンがつくのいいことですよ。あ、そうなんですか。これはいろんな人が言ってましたけどね、YouTuber の人とかに、やっぱアンチが出てからが、なるほど、人気者の始まりやと。はいはいはい、考えてみてくださいよ。嵐だってアンチがいるわけじゃない。いますね、いますいますいます。あのレディー・ガガの動画でさえ、もうバッドボタンがいっぱい、そっかそっか、増えてるわけですよ。まあそうだな、だからチャンネルの1なんて別に大したことない。そうですよね、だからチャンネル今までこうやって知り合いとか友達とかが見てたっていうのから、本当にいろんな人を見て、見たことあるんですよ。なるほど、そんなに広がったんところよ。そうだな、だからこれからはいいねじゃ、グッドじゃないボタンとの戦いというかね。そうですよ、ちゃんとそこと向き合っていかないと。そうですよ、しゃあ、なるほど。じゃあ今日はチャンテル、ちょっとそんなアンチに対し、チャンテルアンチに対しての格言を一つお願いします。わかりました、いきます。じゃあチャンテルの600万人のアンチの君たち。ちょっと多いな。多いな。まあいいや。アンチのみんな、俺はアンチすらも愛せる男になるぜ。ってことで、また来週。いやー、てんこえさん、今日はもう、テイク4、すいません。5ぐらい。5ぐらい。